どうも皆様こんにちは、グリードです。今日はね、久しぶりに僕の一日を撮ってみようかと思います。まあ今日は何もないですね。何も予定がない日ですね。まあ夜はそのゲーム配信をすると思うんですけど、今日はね、昼間はカネキンさんのジムに行って筋トレをしようかと思うので、その様子を撮影しつつ、あと何かあるかな、まあ一日何食べてるかとかも撮ろうかなと思います。あ、そうだ、去年ねゲーミング環境を紹介したんですけど、ちょっとね変わりました、いろいろ。まず PC がね、CPU と GPU 変わって、 Ryzen の 5900X と RTX の3080にしました。あとキーボードもね、ちょっとこちらロジクール様からいただいたキーボードを、こちらちょっと貼っておきますけども、こちらに変更して、あ、そう、コントローラー最近こっちですね、 Xbox シリーズ X の方のコントローラー、ピントが合ってないね、こっち。モニターの裏にはヘッドセットがあって、今はこのアストロの A50 を使ってます。こんな感じでワイヤレスのねヘッドセットになってます。すごいね、音もね、そう、ワイヤレスなのに全然落ちてないし、遅延もないし、すごいいいですね。で、特にこの土台でこう置くだけで充電できるっていうのが僕気に入ってます。アストロ製品は概要欄から買っていただくとちょっとね割引になります。で、宣伝、はい、朝はね一杯プロテイン飲んで、これは一食目ですけど、トレ前飯になります。お米200g ぐらいで、あと昨日の夜作った冷しゃぶとキムチで食べます。では今からカネキンジム向かいます。はい、というわけでやっていきたいと思います。カネキンさんのジムでカネキンさんのアパレルのコアの T シャツを着て、やりました。もう最高のコンビネーションですね。結構オーバーサイズでこうすごいゆったり着れるのもいいし、何よりね体が大きく見えるっていうね漏れるっていうとこがね僕気に入りました。で、最初はねウォーミングアップで懸垂を2セットやってます。で、今回は、胸と背中のトレーニングなんですけど、最近はね僕は胸、背中、片腕、足腹筋っていう、順番でやってます。で、これはね、サディークのルーティン方法を参考にしました。いろいろやってきたけど、とりあえず今はね頻度を上げたくてこの順番でやってます。で、最初はインクラインのスミスマシンでベンチプレス、逆か、スミスマシンのベンチプレスをインクラインでやってます。で、これもメインは3セットです。まあ最初ウォーミングアップ運動にして3セットやります。まあいつもね、そのフリーでやってるんですよ。フリーウェイトで、まあスミスマシンじゃないベンチプレス、本当はねスミスマシンでやりたいんですけど、通ってるジムがスーパースミスしかないんですよね。皆さんわかりますか、こう斜めになってるんですよ、なんか。そう、斜めになってて、まあなんかそれは本来の人間の自然な軌道を考えて作られたのが、そのスーパースミスっていう斜めの軌道のスミスマシンらしいんだけど、僕はこうまっすぐのやつ、今このプレイしてるってゲームじゃないんだけど、プレイって言わないか、筋トレしてる今このストレートのねスミスマシンが本当はいいんだけど、ね、通ってるジムがないからフリーウェイトでやってます。で、久々にこのストレートのねカニキンさんのジムのスミスマシンやったけど、めちゃくちゃ良かった。すごい効いた。やっぱこれが一番効きますね。で、まあやっぱりインクラインから始めたいし、で、重量も扱いたいので、やっぱインクラインの、ベンチプレスっていうのは最初に持ってくるのが僕もやっぱいいのかなって思ってやってます。はい、次は、背中ですね。胸と背中を交互にやっていきます。で、次は T バーローイングなんですけど、まあ、カネキンさんのジムにはね、この T バーローのマシンがあるんですよ。これが、なかなかね、そのジムで見かけないマシンで、もう、今日はなんかこれを目的に来ましたね。これをやりに来ました。で、すごくやっぱり良かったですね。普段はその、普通の T バーローを、なんかこうプレートを重ねてそこにバーを刺して、で普通にやるっていうフリーウェイトになるのかな、の
ティバローをやってるんですけど、いや絶対なんかこっちの方がやっぱ効きますね。やっぱすごく自分の思う体勢でできるので、皆さんもうこれをやりに来るのもいいと思います。そして次は胸に戻って普通のダンベルプレスですね。僕はなんかずっとこれをやってます。ダンベルプレスです。昔というか1年前筋トレのルーティン動画上げたんですけど、その時はなんか34キロとか32キロとかでやってたんですけど、なんかやっぱフォームとか気にし始めたというか、ちゃんとしたフォームでなおかつ完全にコントロールしてってなると、どんどん重量が落ちていって、今26キロぐらいでやってますかね。で今日はあれなんですよ、中重量、最近高重量、中重量、低重量を回してて、今日は普通の中重量だから10回目安ぐらい、1セット10回ぐらいの重量でやってます。で久しぶりに僕自分のダンベルプレスのフォームを見たんだけど、やっぱり良くないですね。普段なんかこう自分で撮影して自分のフォームを見るって普通の人はないじゃないですか。その筋トレのね動画を本格的に上げてる人じゃない限り、だからあんまり良くなかったですね。そして次背中に戻って、マシンのローマシンのこれなんていうマシンなんだろう、これカネキンさんのジムにこれがあるんですよ。でそのティーバーローとこれを本当目的に今回来ました。でこれがねめちゃくちゃいいです。最高です。これもう超効きますね。でまあこういう感じで引いてます。まあ結構下の方をどっちかっていうと株の方を狙ってやってるつもりではあるんですけど、まあ自分の中では効いた感覚があるんですが、フォームがちゃんとこれで正しいのかはちょっとわからない。で筋トレしてる時の僕めちゃくちゃすごい顔してますね。でここでカネキンさんが挨拶にしてしに来てくれたんですけど、撮影をしてなかった、動画を撮れてなかった、なんという投稿者として最悪ですね。まあまたちょっとねしっかりと動画も撮りにまたねカネキンさんのジムに行きたいと思います。まあちょっと店内はね、BGM、著作権の関係で今回まあ音声どっちにしろね、載せられなかったんで動画に、まあ仕方ないと思います。で、胸の3種目目はインクラインのダンベルフライをやってます。で、あんまり重量も重くないです。なんかどっちかっていうとストレッチを目指してやってみてます。ほんと筋トレは自分、我流というか、もう、ちゃんとパーソナル受けた方がいいんでしょうけど、なんか自分の感覚でやってみてます。で最後に胸のさあ、じゃあ背中の最後にダンベルローイングですね。ワンハンドのダンベルローイング、まあすごくストレッチを目指して広背筋を伸ばして引くっていうのをやってますけど、で最初はこのベンチに足を乗せて引くっていうのをやってたんですけど、なんか今日はこれがあまり効かなかったんですよね。だからちょっと普通にベンチを使わずにこのフォームでやってみてます。で初めて僕自分のダンベルワンハンドのこのねローイングのフォームを見たんだけど、すごい良くないんだろうねこれ。フォーム悪いんだろうね、多分重すぎるのもあるし、初めて自分のこのねフォームを録画してみてます。すごく良くないと思います。はい、これは多分もっとフォームを改善しないといけないんじゃないかなと思ってます。で今日はちょっと最後にこのペックフライを2セットだけやりました。なんかギュッて収縮、最後に収縮させる感覚をちょっと入れてみたかったので取り入れてます。まあかなり良かったですね。で今回ね朝午前中の方にジムに行ったんですけど、すごく空いてて、すごくね楽しく筋トレができました。トレゴの小豆バー、
鶏肉をオリーブオイルで焼きます。はい、あとブロッコリーとごぼうをちょっとレンチンしてそれも食べようかと思います。この上にあのサプリメントあるんですけど、まあ、僕が飲んでるのまあ本当基礎的なもんしかね、まあないですね。別になんだろうそのフィジーク選手でもないので、まあすごくシンプルなやつ、そのマルチビタミンとかフィッシュオイルとか、あとグルタミン、まあ、これはもう絶対だね。あとなんかアルギニンと亜鉛とかですね、全部アイハーブで買ってます。で最近はそのお腹の調子とか、結局タンパク質いっぱい取るようになると腸内環境やら食物繊維やらっていうのがやっぱ気になり始めたので、なんかこの辺のものを買ってますね。そういつも僕配信中お水飲んでるじゃないですか。そのお水はこういう風にね、あのアマゾンで箱買いしてます。あと最近というか、まあ、ずっと好きだったんだけど、午後の紅茶の無糖が僕すごい好きで、最近はこれを朝とかね、バニラ味のプロテインを紅茶でこう割ったりして飲んでるんですけど、すごく美味しい。焼けたのでこのレンチンしたブロッコリーとごぼうと一緒に食べる。ドレッシングかけて、あとマスタードあったからマスタードもつけました。基本的には自炊だけど、でも全然外食もしますよ。まあ、誰かと一緒にご飯行く時とかは全然食べるし、だけどその結構食べるものはそれは選びますね。一番はタンパク質とで、外食はやっぱ脂質が雑魚なんで、あの多すぎるんで、で一人で食べる時は基本的になんかそんなジャンキーなものは食べないですね。まあ減量してるのもあるけど、今日みたいに弥生県でたまに魚を食べるか、スキヤよく行きます。スキヤのあのネギトロ丼とか、あと鶏そぼろ丼に温玉3つつけてバッてね、3つつけて食べたりします。よく店員に間違って注文したのかと思われるんだけど、まあそういうのよく食べてますね僕は。楽だし、だからでもそういう時はあれだね、トレーニングは絶対しないといけないね。なんかはい、というわけで、本日最後のご飯です。ご飯、白米ほんとちょびっとですね。で、胸肉は多分に、100g ちょい、120、130ぐらいあるかな。多分全部食べると多いんで、まあそんな全部は食べない。タンパク質 20g 分ぐらい食べると思います。あれですね。鶏肉の味がします。最近特に用事がない日はこんな感じですね。筋トレしてご飯食べて寝てます。というわけで、皆さんお疲れ様でした。よかったら高評価ボタンぜひよろしくお願いします。お疲れ様です。